向こう図で126打数6安打男ユーポンがついに奇跡の衝撃の一打を放ちました。どうもユーポンです。今回は向こうさんのチャンネルを乗っ取ってやったぜということで、完全に乗っ取りました。もはやユーポンチャンネルですこれは。ということで今日はユーポンが普段行ってる平日野球にてですね、ユーポン奇跡を起こしちゃったので、そちらを皆さんに見ていただこうと思います。あ、まだ画面は閉じないでくださいよ。ということで早速1打席目の様子ご覧ください。ということで1塁ランナーがスタートして盗塁成功。さあランナー2塁となってチャンスで2球目、これファール、あっさりと、しかも2球でもう2ストライクに追い込まれている。早いぞユーポン、追い詰められるのが早いです。大体こんな感じです。さあ続く3球目は打ってファール、なんとか逃げました。さあそしてはい、空振りの三振も安定してますね。もうみんなからもね、ああまあつまらん三振かーって、そんな感じですね。はい、ちょっと変化球頭に入っちゃってたっていうのもまあ言い訳としてあるんですが、まあ普通に三振しました。ガチ三振です。はい、さあ続く2打席目です。まあね、さっき三振してるんでね、次はもう最低限前飛ばそうっていう、もうねそんなことしか考えてません。もうこういうメンタルがダメなんでしょうね本当に。はい、というわけで状況は2アウトランナー1塁、チャンスメイクをして点を取っていきたい、そんな場面でございます。はい、打ち上げてファールボール、これで1ボール1ストライク。続くボール、これ外いっぱい、ちょっとね外れてるかなと思ってね、ちょっと審判さんにも確認は一応したんですが、外いっぱいということだったんでね。そしてこの後のボールが衝撃的でした。はい、これもう同じところから外に逃げていった、ちょっとシュートっぽいボールでしたね。やられましたこれ。はい、ということで三振。いやもうねチンチンにやられてますねこれも。さっきのねその前の球の外いっぱいから、同じところから外に逃げていくボール、もう完璧にやられました。はい、さあ続く3打席目、やはりですねここまでいろんな気持ちがありまして、私ユーポン打席立っております。最近もう向こう図で打席に立ってももう全然打てません。本当に打てないんですよね。まあ昔に比べたら三振しづらくなったりとかですね、まあちょっとまともなバッティングができるようになってきた感はあるんですが、まあ実際結果として出てなかったら話にならないということで、向こう図以外でも打撃練習、実戦、そして実際に平日野球含めて試合などなど打席に数多く立ってね打てるようにということで練習はたくさん、もう今年とずっとやってるんですが、時には試合でこうやってね長打を打つなんて場面もあったりはするんですが、まあ、なかなかね最近ヒットが打ててない、そして人生でやっぱりねホームラン、長打なかなかそんな打つ経験がないっていうのもありですね、やっぱりね1本はね今日こそ1本打ちたい、そんなところはありました。さあランナー2アウトランナー3塁、これ同点の場面ですね。同点の場面、ヒット1本でさよなら、バッテリーミスでもさよなら、そんな場面でございます。さあそして2球目、
ついに奇跡の一打が生まれました。ご覧ください。お、お、お、はい、ということで、なんとなんと人生初のホームランということで、いやー、未だに実感湧いてないです。これがなんと勝ち越しサヨナラツーランホームランということで、いやー、全然実感湧かないです。さあホームインということで、なんとユーポンがいるチーム勝ちました。よかったです。改めてね見ますと、インローのボールうまくねすくってますね。あんまりね強く振ったというか、本当に来た球合わしたってだけのイメージだったんですけど、なんか想像以上にビャーンって伸びていってですね、飛んでいってですね、フェンスを越えてホームランになりました。なんかラッキー。ちなみにこれ確信ホームランじゃないんですが、打った後ピョーンって飛んだりなんかしてね、調子乗っちゃってますね本当に。そしてさらにこっから謎の控えめガッツポーズということで、打ち慣れてない証拠ですね。さらにみんなユーポンが打つと思ってなかったのか、ホームベース付近全然人集まってませんでした。さよならホームラン表だなとちゃう。まあそんなこんなで、この後の打席2試合目がねあったんで、この後の打席見てもらったらわかるんですが、まあホームランね打ったことある人は経験あると思うんですが、まあ狙ってなくてもなんかね変な感覚になってね、なかなかね思ったようなバッティングができなかったりするわけなんで、そうならないようにと思ってね、まあ、2番バッターだったのもあって、もう繋ぐってことだけを考えてました。はい、ということで2試合目の1打席目はフォアボールです。まあ相手ピッチャーの立ち上がり、球上ずってたのもあってですね、しっかり見極めれたかなと、つなぐことができたかなと思います。さあそして2試合目2打席目ですね、ランナーが1、2塁ですね。2アウトで1、2塁の場面、もうここはねワンヒットで1点取りに行きたいっていう場面なんですが、はい、全然差し込まれてますね。もうタイミングが合ってないです。はい、これも変化球ちょっと泳がされて2ストライク追い込まれました。はい、そしてなんか1試合目に見たようななんかデジャブかっていう三振してますね。はい、チャンスに弱いということで、はい、そして3打席目ですね、この日の最終打席でございます。先頭バッターだったんでね、もう初球外のまっすぐしか狙ってませんでしたということで、はい、あーもうね悪い癖なんですが、もう狙い球来ちゃうとねバット下から出ちゃうんですよね。悪い癖直したいです。はい、ホームランバッターじゃないんで、コツコツヒット打てるようにこれからも精進していきたいと思います。まあなんでね向こうさんのチャンネル乗っ取ってまでこんな動画投稿したかっていうと、こんな下手なユーポンでもホームランが打てたよっていう報告をね皆さんにしたかったってのがありますね。こんな下手なユーポンでもホームランは打てる、ちょっとは成長した姿を見せれた、だからみんなも成長できるんだぞっていうことをねお伝えしたかったってのがありますね。まあ、今後も、ホームランは狙わずに向こうずでも投打ともにもう少し、もうちょっとでいいのでレベルアップできるように頑張りたいと思います。ということで明日からは普通に向こうさんのチャンネル動画戻りますので、ぜひそちらもご覧ください。あらっしゃー、ユーポンさん人生初の柵越えサヨナラホームランおめでとうございます。いや、改めまして、ユーポン、本当におめでとうございます。ユーポンが人生で初めてホームラン打ったら、お前、俺の動画でちょっと使わせてっていうのは約束してたんですよ。で、今日はね、カメラマン、ちょっとね、ユーポンにゆかりがあるやつなんで、この後映しますけど、ユーポンの、ね、喜びももちろん伝わったと思いますし、これまでね、16歳ぐらいからかな、あいつが TikTok やってきて、あんだけ、野球道具は一流だけど、もうどんどんね、もうプレーも雑で下手で
そんなユーポンがね最近守備も上手くなってきて、あとバッティングでねまさかね柵越えホームラン、まあ、多分あそこ大井ふ頭かなね、多分大井ふ頭っぽいけど、でもあそこをね越えたっていうのはね多分80メートルぐらいからね、85ぐらいから、はい、でもしっかり捉えて、謎のジャンプ確信してたのかわからないけど、ピョンって飛び跳ねる、ちょっとキモさもやっぱユーポンかなっていうね、なんかで最後のその控えめなガッツポーズとか、あとその周りがちょっと引いてる感じ、えユーポンホームランみたいな、あれがちょっとねいろいろ重なって、なんか見てる僕らも楽しかったですね。これまで126打数6安打とか、もう本当はもっとね多分いってるかと思うんですよ。打率どんぐらいだ、0割2分か0割1分だと思うんですけど、本当は多分もっと打席立ってて全然打ってないと思うんで、もっと低いんですけど、もうでもホームラン見たらね、やっぱ僕も小さい頃のね、なんか自分が初めてホームラン打った時もう忘れちゃいましたけど、でもなんかね、一周回るベースの瞬間、あれからたまらないんでね、野球やめれなくなるんで、まあ、UFO にはね1本目と言わずもう2本目ね目指して頑張ってほしいと思います。あとその本当 UFO も言ってましたけど、子供たちね1本ホームラン打てばもうなんかコツ掴んだりして、野球人生が変わることが多くあるんで、1本まあ今ホームラン打ってないことがいたらね、ユーポンさんのように諦めずに頑張って作語をイメージして頑張ってほしいと思います。じゃあユーポンおめでとうございます。ユーポンおめでとうございます。よし、なんこいつ、うんま最高っすね。現場終わり。はい、ユーポンの相方のヒロトです。最近仲悪いよね。まあ、一緒に住み始めてちょっと仲悪くなったけど、はい、どうですか率直にこの動画見て。最高っすね。ユーポンがホームラン打った。ユーポンがそうっすね、うん、ホームラン打って、まあ、結構努力もしてたので。ああそうだよ、そういうのは身近で見てて報われた感じがすごいっすね。ああでも長かったよな。長すぎっすね。苦節なんだいぶじゃない、多分人生初やから。でも自分も向こうさ入って初のホームランだったんで。ああやっぱそうよね、なんか向こうずに来ると何か何かあると思いますね。そうそう、だから今ホームラン打ってない子とか、ぜひ向こうず遊びに来たよっていうね、学生諸君ぜひ来てください。お願いします。じゃあヒロトもお前頑張れよ、ユーポンに負けずに。そうっすね、でもピッチャーでも最近負けてらんないんで、まあ仲悪いんでね、とりあえず仲復縁してもらって。まあそうですね、うん、今後どうするかちょっとユーポンチャンネルで上げていけばなと思います。よし、じゃあユーポンおめでとう、ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。髪型どうしたの？